始まりましたアプカミ。今回のお相手はジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの岸本ゆめろです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていく番組です。番組ではですね、普段は見えない部分をこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。ということで、まずは MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。はい、私はですね、はい、まあ、最近ソロでの歌唱がすごく多かったじゃないですか、はい、とてもありがたいことで、まあ、貴重な経験をさせていただいたなという感じではあるんですけれども、はい、その分やっぱりグループ全体でまとまってパフォーマンスをする機会とかっていうのはかなり減ってしまって、うんうんうん、でも久しぶりに10月10日ジュースジュースの日という、うん、まあ、語呂合わせから生まれたイベントを毎年やっているんですけれども、はい、今年も無事開催することができまして、そこで初めて、新メンバーとして加入してくれた井上レイちゃんも含めた今の9人でパフォーマンスをさせていただきまして、それが本当にとてもとても嬉しくて、なんか新しいジュースジュースをやっと皆さんにお届けできたという嬉しい気持ちになりましたし、井上レイちゃんの歌声が今までのジュースジュースの他のメンバーにはやっぱりなかったような、確かにすごく独特なこう低音がすごく響くいい声を持っていて、なんか見た目はとっても可愛らしいメンバーなのにクールな歌声といいますか、かっこいい重低音だなというふうに思ったので、今後の素敵なアクセントになるんじゃないかなと思いますし、その時はまだソーシャルディスタンスを保ってのこうパフォーマンスだったんですけれども、はい、これからフォーメーションなどもつけていってしっかりパフォーマンスをお届けできる日が楽しみだなと思いました。いや、新メンバーが入ってまたなんかフォーメーションとかも変わったりとかして、どんどん形変えながらも一つのグループを継続させていくっていうのがすごいかっこいいなと。いや、ありがとうございます。これからもあのジュースジュースファミリーとして応援させていただきます。ありがとう、これからも頑張りますあの、私岸本はですね、最近あの私たちって衣装着てご飯を食べるときに、あの自分の私服をなんか着たりとか羽織ったりとかして、そうですね、もしご飯が落ちちゃってこぼしちゃったりしないようにするんですけど、あの、まあ、最近もご飯食べようってお仕事の合間になってなりますね。あのいざご飯を食べようと思って自分の私服を衣装の上から着たら、はい、あの予想以上に衣装のボリュームがあったんですよ。あ、で自分の私服が結構タイトめなシルエットのもので、あ、それは大変だね、ごわっごわになっちゃって、でも着ないと汚れちゃうからっていうので、なんか本当に変な着ぐるみ着てるみたいな状態でご飯を食べる羽目になったのであ、ちょっと私はその家出る前に今日は衣装こういう感じだなっていうのをシミュレーションしてから、確かに大事だね、選んで家出ようっていう反省が最近ありました。ああ、確かに。でも私たちハロープロジェクトってもう伝統といいますか、文化といいますか、もうどのチームもそれは必ずやること で、 そうです、ね、まあ、衣装を大切に使わなきゃいけないっていうのももちろんですし、まあだけどその衣装と私服のバランスっていうのはそこまでやっぱり家を出るときに考えてないじゃない、考えられなくて、ね、ちょっと気をつけないといけないなと私も思ったので、間違えると着ぐるみになっちゃう着ぐるみにならないように頑張っていきたいと思いますということで、今回のアプカミ、まずはこちらから。アンジュルム限りあるモーメント、竹内あかりのボーカルレコーディング。アンジュルムニューシングルの中から限りあるモーメント、竹内あかりのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。はいよ、なんかわかんないとことかありますか？大丈夫です。大丈夫、オッケー。じゃあ撮っていきましょうかね。はい、お願いします。間違いもするし嘘だってつくし、それが人間と誰かいた。はいはい、そうそうそう、そういうことね。まあ結構メリハリはがっつりつけちゃってもいいかなと思ってて、だってつくしそれが人間誰かいたとかもう結構がっつり張っちゃってもいいです。はい、こんな感じで僕やってみましょう。間違いもするし嘘だってつくし、それが人間と誰かいた。もっと気にもなれず雲の上の瞳、開けてるだけじゃ惨めだ
がつばっちりでございます。炎上に便乗を批判してる人も嘘ばらしで弱さ隠す。見てる私たちもやろうがやるまいが悪口言うやつは許せ。わかっちです。はい。争い合うくせ助け合いもしてそれが人間の解けない謎。出会えば別れる定めだとしても成し遂げた思いはリアル。はい、OK。 はい、じゃあ一番戻ってビメロいきます。はい。何か誰かの役に立てるのならこれ一人でいけるかな。一つでもいいよ何か誰。一回やってみます、うん、悪口言うやつは許せ。思うように生きて一つでもいいよ何か誰かの役に立てるのなら。すいません。思うように生きてちょっと伸ばしちゃってみや。はい、すいません、うん、今歌を落としちゃいました。そうやんな。はい、うん、とこうちょっと被っても全然いいので、はい、なんか感じでもう一回じゃあいきましょう。思うように生きて一つでもいいよ何か誰かの役に立てるのなら。じゃあサビいきまーす、はい、結構バキッていきたいんやんか。はい、なのでそうね、ここ、うん、結構明るめにいければ。はいはい。なら限りあるモーメン、ありったけ冒険。限りあるモーメン、前を向きだ。ああ最後、鍛錬の感じ良かったかな。はい。鍵あるモーメン、もうのとこ、うん、結構ガッツいちゃって。はい。もっといきます。限りあるモーメン、ありったけ冒険。限りあるモーメン、前を向き鍛錬。はい、OK。でこれの相方の方行ってみましょう。はい。限りあるモーメン、命ごと輝いて、だけ冒険、悲しみも乗り越えて。限りあるモーメン、悔いだらけだとしても前を向き誰、誰かきっと君のことを気づくよ。いいじゃないの。はい、うん、ではその次のところ、まだいきますが、もうここは今までの中で一番熱い感じで言ってもらえると。頭の限りあるとかも結構限りあるも、はい、限りある、うん、はい、はい、背負ってく信念、限りあるも。分かっていいですか。でもそんな感じ、そんな感じ、そんな感じで全然いいからね。はい、お願いします。背負ってく信念、限りあるモーメン、巡り合う設定。限りあるモーメン、諦めず鍛錬。はい、オッケー。精一杯つなぎたぎ、限りあるモーメン、命ごと燃え盛れ。大切に育てたい。限りあるモーメン、熱量で突き進め。やめず鍛錬、やり抜いたって言い切りたい。それだけ。 OK OK、 大体の感じはすごいいいです。で最後のそれだけのところは、はい、もう系に結構もうフルパワー注いで、それだけみたいな、
はい、うん、もう一回やってみましょう。はい、生きたい限りあるモーメン、命ごと燃え盛れ、巡り合う設定、大切に育てたい、限りあるモーメン、熱量で突き進め、やめずだれ、やり抜いたって生きりたい、それだけ。オッケー。はい。はい、では一番最後のところいきまーす。はい。何のため生まれてきたの？精一杯生きてくだけさ。あ、最後かっこいいな。そんな感じでいいよ。はい。ねえ、一応もう一本続きます。はい。何のため生まれてきたの？精一杯生きてくだけさ。はい、オッケー。はい。じゃあ以上ですかね。はい。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。竹内さんの歌の安定感がもうすごくて、うん、もう安心して見ていられるというか、これだけやっぱりこう安定した歌が歌えるっていうのは日頃のね練習の成果だったりとかが出ているんだろうなというふうに思ったんですけど、うん、はい、この限りあるモーメントっていう曲、すごくあの限りあるモーメントのカーのところとか、うん、まあ結構 K のシーンがかっこいい曲だなというふうに今聞いてて思って、うん、そこをしっかり出せているのもさすがだなというふうに思いましたね。どうでしたか？なんかアンジュルムのちょっと攻撃力みたいなんて、竹内さんの歌の鋭さっていうのすごいなんかあるなと思ってて、うん、ね、でもその歌の鋭さを持ってる竹内さんなんですけど、そのスマイルさんの時からの可愛い曲だったりも歌いこなせるっていうのが本当にすごいなと思うので、うん、私はハロープロジェクトの中でも一番仲良くしていただいてる先輩で、これからもちょっとついていきたい先輩だなと思いました。素晴らしいお話でした。以上、アンジュルム限りあるモーメント、竹内あかりのボーカルレコーディングでした。きっといいことあるよ。続いてはこちらです。椿ファクトリー My Darling Do You Love Me、 中島拓衣のコーラスレコーディング。椿ファクトリーのニューシングル通常版 A に収録されている My Darling Do You Love Me、 中島拓衣のコーラスレコーディングの映像をご覧ください。愛してる心は繰り返すのに、そう簡単に言葉にできないの。どうします？それ1サビからやりますか？まあ、どっちでも1サビからいきますか？1番でいきます。はい、はい、よし、じゃあいきます。はい、いらない、愛してる心は繰り返すのに、そう簡単に言葉にできないの。 Do you love me? 愛してる、してほしいのこの Do you love me よ。 OK が割とちょっとタイトルにダダッダッダって言ってるから、それに合わせましょうか、うん、もうちょっと Do you love me、 ちょっと跳ねた感じで、うん、そう簡単に言葉にできないよ。 Do you love me、 愛してるみたいな、いいと思います、はい、じゃあダブります。愛してる心は繰り返すのに、そう簡単に言葉にできないよ。 Do you love me? 愛してる、言いたいけど言えないから、知ってほしいの。Do you love me だけハモるか、それともその上をずっとハモりますか？愛してるっていうそのオクターブ上の下を歌うか。Do you love me? はい。いらない。
してる心は繰り返すのにそう簡単に言葉にできないの Do you love me? 愛してる言いたいけど言えないから知ってほしいのDo you love me? いいね。めちゃくちゃいいっす。まあ、これちょっとブラックっぽいですけど。ね、いいよ、いいよ。Do you love me? もうちょっと積む？積みましょうか。うん。そう簡単に言葉にできない。Do you love me? 頑張ります。Do you love me? そう簡単に言葉にできない。Do you love me?キャッチください S のにそう簡単に言葉にできないの Do you love me? バッチャーでます。で、一応この前だり前だりを歌っときますか。うわーと別に男声で、はい、オクターブ下下の、うん、はい、待ってもいいかもね。どんな時も My darling My darlingMy darling, do you love me? My darling, my darling, my darling, do you love me? うん。で、最後、あの、2サビの、あれ、そうじゃ、2回目の、My darling とこ、My darling って伸ばします。伸ばしてるね。そこやった方がいいですよね。そこ入れてた方がいい。はい。My darling, do you love me? My darling!ダブってみましょう。はい。My darling, do you love me? My darling. OK、もらいました。はい。もうどうせやと、いっちゃん最後の My darling もちょっと男声も入れときたい。あ、わかりました。どのパートですかね ?My darling. まあ、この感じ。My darling. My darling. はい、これ聞いていきます。My darling 聞いてみます。え My darling あ、いいんじゃない？いいんですかね。いいと思います。あと欲しいところは、まあ、A の後半とか、はいはい、大サビ後半とか、バイバイを厚くしますか。そこもあってもいいんじゃない？バイバイ先そこやっちゃう？はい。それすらもいいバイバイ、はい、いいと思います。そのなんかケツにもなんかマスさんなんか ありましたよね。一番ドケツにもなんかうわって言ってましたよね。例えば Only for you Only for you My darling、うん、いいかも、うん、まあでもなんか欲しいんだよね、ここね。そうですよね。じゃあ Only for you って歌詞を、あなただけになってちょっと入れてみるんで、はい、はい、やってみましょう。済ましてください。うん、Only for you で、下半分からいきます。いい Only for you あ、上積んでみます？それとも先に、うん、ちょっと積んでみよう。 No, I will あなただけ Only for you 消してください。いい。うん、いいんじゃないですか。 Only for you って上入れます。そのオクターブ上 D ね。うん、うん、Only for you はい。 No, I will あなただけ Only for you My darling あった方が美しくないですか、うん、いいと思います。ダブります。消してください。No, I will あなただけ Only for you My darling あ、いいんじゃないですかね。ゴージャス。ゴージャス。中島拓哉です、今回は、椿ファクトリーに、また曲を提供させていただいたわけなんですけども、My darling、Do you love me? っていうね、
曲になりまして、まあ、いわゆるそういうソウルチックな、ラブソングででもこうダンサブルでっていういろいろ要望もらった時に、今自分が作ってる曲がもうぴったり来るかなと思って、それで何曲か提出させていただいたうちの、一曲で、僕も大好きな歌だったんですけども、いずれ自分が歌う時は、あなたっていう言葉がお前になったりして、はい、君になったりとかするのかな、まあそういう、スイートソウルな、曲に仕上がってます。まあやっぱりこう主戦の歌を邪魔せずに、裏メロなんだけれどもそっちを歌いたくなるようなっていう、まあどんなアーティストにもあのバッキングボーカル参加させてもらうときはそれを心がけてるんですが、楽器の一つとしてアンサンブルとして、なんかこう来るものがあるというか、まあやっぱライブ感とかそういうものを大事にしながら歌わせてもらいました。ぜひ気に入ってもらえると嬉しいです。リリースは、シングルのカップリング曲というふうになっておりますが、中島拓也が作詞作曲した、My Darling Do You Love Me、 ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。いやーかっこいいですね。本当に素晴らしいものを見させていただきました。この My Darling Do You Love Me という楽曲が、まあ、拓也さんも言ったんですが、すごいソウル感じとか、うん、まあ、私ブラックミュージックとかもすごい好きなので、そうだ、ね、もうドンピシャでめちゃくちゃ好きで、で、まあ、大好きな楽曲になったんですけど、やっぱり自分たちの声だけでは出し切れない曲の、なんでしょう、色とかを、うん、この拓也さんのコーラスが入ることによって、なんかやっと曲が完成されるというか、本当にこの1曲が出来上がるまでのなんか最後のマジックみたいな、うん、魔法みたいな拓也さんのコーラスがあってこそ、なんか一曲が出来上がるんだなって改めて思って、すごくありがたいなと思ったし、素敵な曲をいただけてすごく嬉しいなと思いました、うん、いや本当に素敵な曲だなと私も今聴いてるだけでも思いましたし、はい、本当により曲の深みというか厚みが増すというか、うんうん、もう本当に素晴らしいなって思ったのと、自分たちって基本的に言われたことを言われた通りに消化することがやっぱり多いというか、はいはい、なんかそんな中でこうやって自分から考えて、こういろんなことを発展させていくっていう、もうこの才能といいますか、素晴らしいなと思って、私ももっと積極的にいろんな活動を頑張って取り組んでいきたいなと改めて思わされました。ありがとうございました。以上、椿ファクトリー My Darling Do You Love Me、 中島拓也のコーラスレコーディングでした。あまり無理せず自分を大切にね。ジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの岸本夢乃がお送りしているアプカミ、続いてはこちらです。椿ファクトリーダンシャイズムダンスレッスン。椿ファクトリーニューシングルの中からダンシャイズムのダンスレッスンの様子をご覧ください。歌は勝負が勝負の潔さ、その勇気の先にイズムっていう意味とを意識したのと、あと音楽的にもすごくパンチがあるので、そこを今までの椿にはまたちょっと違うパンチの出し方ができたらいいなと思って振り付けをしました。特にサビはノリノリなので、とにかく元気に一緒に皆さんがこうテレビの前でも皆さんでも映像を見てくださってる皆さんが元気になるような、一緒にやりたくなるようなイメージで作らせていただきました。頭に来てください。はい、はい、左からドンドン、グッパッパ、右手パドンドン、左右左で左捨てで顔つき、はい、いっちゃいなさい。びっくりした声の大きさに先生、右パワフルなね、パンチあるね。左、いっちゃいなさい。いっちゃいなさい、かっこいい。左右、叩きつけちゃいなさい。イエス、ドン、アー、ドン、ツン、アー、ツン、ツン、ドン。あ、最後手の、その、うまい。はい。で、ここから、ダ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 、ドゥーン。二人は、はい。で、で、こうやってたところが、ダダダララ。はい、もう二個と、ダッカ。で、首振る。うん、ガッガッ、もう一回行きましょう。せーの、はい、ガッ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 
ズンズンスパーン、ズンズンスパーンっていうふうに言ってないから、だから先早取りしないこと、早取りするとめちゃくちゃ格好悪いので、ドンドンウー、ドンドンウー、ドンドンウー、ダダダダ、ドンドンウー、ドンドンウー、ドンドンウー、ダダダダ、ドゥク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 になります。なれないタタ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 ラララララララ。サボってもいいですからね。私踊んない人だから。ああ、そうなの。勘違いしないで、本当。ナイスです。二人は前に来ます。で、皆さんは一回外に回るようにしてもらって、はい、行ける人胸をこう行く方向に回しながら。行く方向に回しながら、パッパッになりたいです。座った時に最初歌歌ってる時は横並び、人間関係ダラ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 。それで場所は変わってるけど出る方向はそんなに変わってないようにはしてるつもりなんだけど大丈夫かな。はい、360見渡せ、まず自分の周りも体で借りつけ、運動取り込む努力の落ちる棒、プロデュースの服、踏まれた膝足、使って捕まおう、捨てられない追いかけ並べればまた何かが増えてく、また人間関係が増えてくる。迷うな。はい、立石、はい、もう一回。全然来てないじゃん、岸本。岸本たちはあんまり外に行き過ぎちゃうと入ってこれないので、はい、自分で自回りするぐらいで。はい、また何かが増えてくる。あ、すいません、タラタタタタタって音が聞こえた人、歌ってる人はね、タラララタラタラタタラララに行きたいです。歌ってない人、歌ってる、歌ってる、2番も歌ってる。踊れないことを悔しいと思え。踊れないこと悔しいと思え。サオリンと私で2歳です。はい、タタ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 タ、いけるよね。な、歌いながらそのまま行って、はい、できました。大丈夫だね。はい、ワンツースリーで前に、ワンツースリー、タタラララタン、あ、タラララ、ワンツースリーで、スリーでしょ、しゃがめばいいけど、タラララ、体重前のタラララ、ワンツースリー、スタツタツタ、あ、タラララダダ、ドンもね、ワンツースリー、ファー、シックス、セブンで、セブンでも三七に音があるんですよ。ズンダダダダダ、ズーズダズズズドン、さしてままドンドンで、その時にチン上げ、ズーズダ、顔は最初はこっち向いてます、向いてます、はい、そのままで、その流儀ダララダ、立ち戻して、ダラダダダダダラララダラララダ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 ララ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 ラ、その流儀チン、だったらだららだ、その流儀だらららだらららだらら、下がない。意外と行きやすい位置になってるはずなんですけど、バタバタしないで行けてるますか？はいはい。みなし、ありがとう、お時間いただき。ありがとうございます。頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。360見渡せ、まず自分の周りは
これ何かにつけどんどん飛び込む火力の末路クローゼットの服積まれた雑誌いつか使うかも捨てられないわけ並べりゃまた何かが増えてくまた人間関係殺したいとにもかくにも複雑彼氏先輩友達他人と SNS 求めれば求める分だけ溜め込んでくストレス重くて持てないバッグの中に何が入ってる引き締め無駄は勝負が勝負の潔さその勇気の先にあるのさコンセントダウンシャイズ身軽な心のまま誘惑と勝負見せられる価値情報が溢れる時代に必要なものはきっとそんなに多くないダンシャーイズムっていう曲はですね物事をいろいろ捨てるっていう意味もあるんですけれど人間関係のこととかその自分がちょっと思っててこれはちょっといらないなとかそう重いものを見極めて捨てて生きていこうっていう曲なんですけど結構サビとかは結構ポップな感じで楽しい感じなんですけど、まあ、最初の方とかはちょっとギャップでちょっとかっこいい部分とかも多いのでそのサビと最初の方のギャップを見ていただければいいなと思います。あのイントロで山岸莉子ちゃんと私がちょっとソロ的なダンスをやらせていただいているのであのそこにちょっと注目していただければなと思います。はい、今回ですねあのずっとお世話になっている椿真希先生に振り付けしていただいて、真希先生の振り付けってこれまでで言うと就活センセーションという楽曲でお辞儀があったりとか抱きしめられてみたいでその背面を見せつけ、なんでしょう、抱きしめられてるようなポーズを取るっていう振り付けがあったりとか、すごい、なんかキャッチーな振り付けが一個絶対あって、そうだね。で、今回もその物を拾ってそれを捨てるっていう、ダンシャイズムにぴったりな振り付けがあったりとか、あと、たくさん動くんですけど、無駄がないっていう振り付けがすごくかっこよくて、とっても私も振り付け大好きで踊ってるんですけど、やっぱりそのうちの秋山真央、まあ、コメントもしてましたけどすごくダンスが好きなメンバーでかっこよくて今ももうモーピンしかほとんど目に入らなかったんですけどそんなことはないよたまになんか自分を見た時になんか結構ふらついてたりとか、 なんか不格好すぎてちょっともう笑いが止まらなくなっちゃってでもなんかやっぱ秋山真央ちゃんとか山岸莉子ちゃんはそのプライベートでもレッスンとかとは別でまた自分でレッスンしに行ったりとかスタジオ借りて踊ったりとかもしてる本当にダンスが好きなメンバーなのでその二人のダンスが生かされるパートがあるっていうのも今回見どころの一つとなっています。いや本当に これまでの椿ファクトリーのイメージって結構なんですかね繊細な感じとか、はい、なんか色で言ったらちょっと淡いパステルカラーっぽいイメージがあったんですけど、はい、結構力強くこう重たく踊ってる感じとかも新鮮だなと思いましたし、はい、なんかみんなの新しい一面を見れた感じがしてすごくそれが嬉しかったなというのとあとやっぱり本当にこう個人の見せ場があるっていうのも素敵だなと思ったんですけど、うん、みんながこう揃った時のパワー感というか、うん、その見せ方っていうのもすごく素敵だなというふうに思ったのでフォーメーション付きでちゃんとねこうステージで見るのが楽しみだなと思いました。以上、椿ファクトリーダンシャイズムのダンスレッスンでした。あなたの頑張ってる姿、私は結構好きだな。金沢智子と岸本夢乃がお送りしてきたアップカミ、お別れの時間となりました。ここでお知らせです。ハロープロジェクトのメンバーが参加する新しい YouTube チャンネル、君に伝えたい物語がスタートしました。採用された物語はメンバーの朗読動画となって公開されます。ぜひ視聴とチャンネル登録お願いします。いや私もあの見たんですけど、はい、なんかなかなか朗読っていうのはまたあんまり見たことないメンバーの姿で、うん、また新たなことをしているなと思いつつも私もなんかあの本読みとか好きだったんですよ国語の時間のだから早く私もあの朗読できればいいなと楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。岸本夢乃ちゃんバージョンも楽しみにしておりますそして二次募集も始まっております。朗読動画のほかさまざまな展開を企画中です、うん、あなたの素敵な物語お待ちしております。アップカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。
普段は見えない部分をご紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。今回のアプカミ、お相手はジュースジュースの金沢智子と椿ファクトリーの岸本ゆめろでした。さようなら。